Welcome back to J-Wave Hello World DJ 太郎がお届けしております今夜はザ・インタビュー、ね、海外でご活躍中のフィジカルトレーナー中村豊さんにお話を伺っておりますまああのゲストの方ちょうどこの10分間の休憩の時はまああのご休憩されたりとかわけなんですけどうす、はい、もうなんかずっとね,そうですね <laughs> ずっとこの間もやっぱまあ同い年で はい、ちょうどやっぱりね世代間的なところがあるっていうのもあっていろんな話をずっとこの間もしてたんですけどえ引き続き続よろししくお願いいたしますさあここからはですねもう今まさにさっきもお話が出ましたテニス界のトッププレーヤーマリア・シャラポワ選手まあ彼女自身がですね私の動きを変えてくれた人というふうにいわしめる中村さんなんですけど2011年の末にですねそのシャラポワ選手の専属トレーナーになられるわけなんですけどそのきっ かえっとですね錦織圭を、あのー、2004年から、はいあのー、IMG アカデミーという場で、あのー、育成してましてで翌年から、あのー、もうスタッフの一員として、うんあのー、アカデミーで活動してまして、はい、で,、あのー、で IMG のクライアントが、あのーまあ、IMG アカデミーという場を使って育成をしようというシステムがあったので,、はい、でそのクライアントの一人に。 あのマリアがいまして、うん、シャラパバが、当時、あの2週間、3週間という短い期間の中で来てましたので、うん、まあそこから関係あって、あのーまあ、一時期ですけども、オーストラリアで出まして、はいで、そこから帰ってきて、まあ、彼女もトレーナー探してる、僕もそういう選手を探してるということで、うん、まあ接点があったので、<ー>でそこでうまく。あったわけですね、フィットしたわけですよね。はいうん シャラポワ選手ってどういう人ですか一流です。一流です。す、う、べ、ん、てに関して一流です。やっぱりもうそういう目標で小さい頃からというか。そうですね、もう一流のために生まれてきたというか、うん、も,うもうそういう人間です、ね。そういうい資質も,もっ でなおかつその、まあ、努力を惜しまないっていう,もう努力を惜しまないレベルでいうともう,もう最高最高峰な、ね、今まで僕が担当した中でまあそんな中で今度はまあ最高峰のトレーナーとしての今度はスキルを求められる側に今度回って、はい、そうですね一応指導者としても,もう日々ですけども、うん、あのかなりの緊張感と。 あのストレスで、<laughs> いろいろ、さらにそこからね、また勉強することもたくさんあったでしょうし、もそれはお互い求められるものも、求めるものもありますから、そこはすごい、お互いのチャレンジですねご自身が担当されるようになって、はい、その当時の,なんかそのシャラポワ選手の,そのフィジカル的な課題だったりとか、はい、あとはそ,のそれがこう、 飛躍的に変わっっててた部分どんなところ彼女、身長が高いので、188センチで、ツアーの中で高い方なので、重心がどうしても高くなるので、その動き、フットワークがちょっと彼女としてはちょっと課題として思ってたので、僕が加わることによって、そこを課題としてたので、そこをできるだけ強化したいということで、スタートしたので、特にそのクレーコートでの動きっていうのが、なかなか。 が、あのー、ちょっとスライドして打って、ちょっとバランスが取りにくい部分もあるので、うん、まあ、そこを強化して。やってました、うん。そうか、コートによって、まあ、そのコンディションがやっぱり変わるっていうのは、すごく足場大きいですよね。はい、もうグラスコート、グラスコートの動き、はい、クレーコート、クレーコートの動き、ーー動きハードコートはハードコートの動きと。かなり複雑に変わってきます。うんうん、そうですね。はい、それによって、打ち方だったりとか、はい、体の使い方。 かなり変わってきますトッププレイヤーと接する中で、はい、中村さん、特にその意識することってどんなことがありますかもう体の使い方をできるだけ上手にさせると、それにはその筋力のもう少し向上 かもしれないし、うん、あとその柔軟性、可動域を広げる部分もあるし、はい、あとはその体幹を使えばその軸がしっかりとするし、うん、まあその目的によって、そのトレーニングのやり方から少しずつアプローチが変わってきますからいろいろトレーニングにしたことをこう試合だったりとかいうところでまた見て、はい、また調整していく、はい、ずっとそれの繰り返しっていうことなんですね。はいう 逆にまたそのシャラッパー選手が身体的にここが彼女のやっぱりその優れてるなって思う部分ってどんなところがありますか、うん。うん、やっぱりその意識が高い。うん、うん。なんかそこを意識が高いと、やっぱりその姿勢も良くなるし、うん、あとその動きができるだけ。あの柔らかく力強く、うん。うん、あのできるようなあのこと。をあと指導者から受けた。そのアドバイスからそれを。 意識してできるという、それがそのフィジカルにも直結しますので言われたことをちゃんと解釈して、それができるっていうこともまた一つ、才能というか、頭がいい選手ですよね分かってても同じように体で表現するのは難しいっていうのに悩む人たちもいるわけですからそれほど彼女がやっぱり自分に求めるものが高い、もう勝ちたい、ナンバーワンになりたいという気持ちが強い一番それが自分を前に進めてくれる、やっぱり一番の力なのかもしれないですね。はい 感じでもすすごいっすよ僕はもういや、まあまあ、テニス好き,好きなので、はい、やっぱり、まあ、結構時間が遅いことが多いからなんですけどやっぱりテレビをずっとやっぱ見,見るわけですよね、はい、だからちょ,ちょうど本当にシャラポワ選手って名前を聞くようになった頃からのうずっとこうあれを見てるんですけど、はい、見るたびに毎回やっぱりこう。 変わってきてるのはすごくこう感じるというか。そうですね。ねもう毎年も課題があるし、あのー、まあ燃料重ねれば。そうですよね。うん、びっくりするのが、まあ体つきが度変わるじゃないですか。はい、だからそれによってやっぱこう。 フォームとか、打ち方とか、はい。そうですね。常に進化してするものなので。そ,ね、そう、うん。だから、前、まあ、それもトレーニングのことなんですけど。まあ、一般の方でもそうですし。毎日同じことをやり続けるって、ものすごい。そうです、ね。あのー。大切なんですけど。うんうん、あのー、やり続けると、体は退化する可能性があるんですよね。なるほど。あ、ジャスト、あ、もう、なりすぎちゃって。うん、うん。あ、そういうことなん。ですねそうなんですよ。 だからその特化してやることも大切なんですけどやり続け、うん、るってことも大切なんですけどもそれを壊してまた違うやり方でアプローチするっていうことも変化を逆に生んであげなきゃいけないっていうことなんですねなんです進化を求めるっていうのもそこがありましてなんかあの、まあ、近年そうなのかもしれないんですけど、うん、あんまり僕テニ,ステニスプレーヤーの方を見てて、はい、そのスタイルも体つきも、うんうん ほぼほぼ変わらないなって思うようなプレイヤーも結構いる中で、はい、常に変化してる人たちもいるじゃないですかです、ね、やっぱり求めるものが伸びしろっていうのがどこかあるのであ、うん、そこを求めればその反復動作になりますので,です、ね、そうしたらやっぱり体つきから、ねうん、だから圭君もすごい変わったなと思っていやすごいそうですよね、うん しかもそんなに自分もそうですけどあんまりそんなに背が高いわけじゃないじゃないですか、うん、あの高ければいいってわけじゃないと思うんですけど自分がテニスやってたときにすごくやっぱり大変だったのが要は自分より大きい人が多いとでも打点の位置が変わっちゃうじゃないですか自分がやっぱ打ちたい打ちやすい位置でって考えるともっと後ろになっちゃうんですけどそう,す,そうするとやっぱりこう揺さぶられちゃうんで。 だからバウンドして上がってくるタイミングの球を上手に打てるようになるにはとか自分ですごくそれを意識したりとか,、はいうん、か K 君なんか、うん、そういう意味ではもう、ままあ、ほらエア系っていうぐらいあれは、まあ、もう毎回じゃないわけですけど、うん、あのこうなんて言うんですかね自分のペースというか、うん、自分のスタイルに持っていく、うん、なんかそのスタイルがすごいなと思っていて。うんそう 勝負強いですね。自分のやっぱりその、もうウェポンというか、あの武器が何かっていうのを、しっかり理解してるんで、んでね、そ,でその自分の武器を発するには、どう相手を攻撃したらいいかということを理解してるんですね。うん、だから全然なんかその、背がどうとかとか、うん、うん、違和感ないですけどね。 海外から、うんあのー、身長が大きい選手とかと一緒にやって成長した証しでもあるんですねやっぱりそういうところが生きてるわけですよね、はいうん、それいつも試合を見て感じるんですよね、はい、お送りした曲はケイティペリーで、Lord、でしたさあ「JWaveHelloWorld、えー」今夜はですね「t h e i n t r v i e w フィジカルトレーナーとして活躍中の中村豊さんをゲストにお迎えしていろんなお話をお伺いしておりますね えー、中村さんこう、多分こう今、聞いていて、はい、まあいろんな分野において自分が海外に行ってみたいっていう方は、ね、多分まあ僕らの時代もそうでしたけど、はい、まあたくさんいると思うんですけど実際にその海外に出るのに、うん、まあ何が大事だっていう何かこうアドバイスってあったらいいと,あのもうとにかく興味を持つこと、うん、で興味を持ってもう行ってみる。うん うことと大切だと思うんですよねうん、うん、もう1年行くとか2年行くっていうことも、まあ、決意を持っていくっていう大切だと思うんですけど、うんうん、まあ,あの、僕の場合もそうだったんですけども、うん、父親、母親から、もうとにかく行きたかったら、まずは 2,、うん、2>, 2、3週間行ってみろって、そこで、まあ、どう変化、自分が取るかということで、うん、で行かしてもらったので、もうとにかく行ってみて、体験してそうですね、すねはい。 こればっかりはその何かを得て帰ってこようって考えたときに、うん、あのそれがどこまでできるのかできなかったらとかって、みんないろんなことを考えると思うんですけど考えすぎちゃうと、もうアクションちできないの、ね、でよ、ね、はい、もう、レッツイッピーですよね、とりあえずは行ってみろっていう。行ってみて、やってみて、アクションで、うん、でそこでまた調整をして、修復して、次にまたアクション。 してていいくっていうことですねいい、はい、ワンステップずつこうやっぱり前に進んでいくってことはやっぱ大事、ね、シナリオを書いてしまうとどうしても考えすぎてそれはもうスポーツからビジネスから何でもそうだと思いますねただなんかそのいろんな目的で皆さん海外っていうのを意識すると思うんですけど、はい、あの内容にかかわらず、うん、海外に行くことがまず一ついいなと思う部分ってどんなところがありますか やっぱ視野が広がるというかこういう考えがあるのかと、ま、全く自分の知らないことですよ、ね、全,然全然違いますし話し方からもうもう立ち振るいからもう全部違いますね、うん、で僕のポジショントレーナーとしてその海外の選手と接すると、うん、やっぱり黒人の選手とか白人の選手、はいね、日本人、アジア。えー もう全然違うスコア数値が出るわけですよそれはもう国内にいるとなかなか経験することは難しいんですけどそれは僕としては素晴らしいしあと本当に10代からもちっちゃい子ども行くとやっぱり思考回路というかそこは全然違うので行ったら絶対面白いと思いますよ。世世界界中中のの人たちがにににいて違うう国行くも 世界一周するぐらいの人たちと会える感じじゃないですか。はい、まあ、そこに目標としてね、集まってくる人たちがいる。それだけでもすごい大きな財産になりますよね。はい、すごい雑。障害においてね、はいはい。中村さんのこれからのその夢って、何を今描いてる。んですかえっと、僕今までやってきて、そのまあアスリート。 かなり、あの、究極を求めてやってきたので、まあそこから、今後ですね、うん、あの、どのくらいかかるか分かりませんけども、うん、まああと、まあ健康という形で、うん、あの、一般の方、 あとは本当に大きな話ではその国民にあの力になれればという形で、やっぱりその体を使うことであったり、食事であったり、あとリカバリーであったり、それっていうのはその日々大切なものですから、それ、今まで得た知識から経験を、一般の方から何かあの力になれればと。 なんか自分のこう体にちょっとしたことでもなんかやったことでいい結果の変化が生まれるとやっぱ楽しいとみんなやるんですよね。 僕もやっぱり、あのー、もう42ですから、はい、やっぱり40代を過ぎると、少しずつ体の変化が出てきますから、<laughs> それで体を鍛えたり、うん、食事から、うん、ちょっと動くと、やっぱり体に変化が起きるんですね、そこがやっぱり面白くてですね、うんうん、あと指導するとまたその変化が見えるので、でそこはそのやっててあの変化があるというのは。 それがモチベーションになって、そこでまた違うことやってみようってなりますからね、まず興味を持ち続けられるように、そうですね、やり続ければ、もう本当に1週間、2週間という形でやれば、変化は出てくるんですよ。例えば、筋肉にしても、ある程度の年齢に行っても、いくつになっても、筋肉って鍛えられたりしますし、もう本当に60代、70代の方から、もうやれば。 体っていうのも生きてきますからオフになってるところって出てきてしまうんですねやってないとそれをまた刺激すればそこのセンサーがオンになって体が動きやすくなるだから中村さんのようにそういうプロの視点で経験したことをちょっと僕らのような一般の人たちも何か触れられる機会ができたらみんなもっと体のことに興味を持って楽しみないけると思いだすね。 じゃあ最後にです、ね、中野さんにとってトレーナーというお仕事は何ですか、はい、もう人とのネットワークというか、うん、人ともパーソナルにあの接しされる仕事なので,、はい、で人との,その、まあ、信頼から、うん、関係から人間関係ですか、うん、まそこで一緒に成長できるという素晴らしい仕事です1つだけメッセージ。 えー、私中村先輩の一つ下の学年でした先輩のテニスへの情熱が凄まじかったの今でもよく覚えて <laughs> <で> <laughs> 今私は小学校で教員しています<ー>え先輩と分野は多少違いで教えるという仕事をしていますえー、先輩の活躍が私の力になっておりますというメッセージをメールでいただきました誰ですかね ありがとうございます <laughs>、ねまあでも、まあ、その頃からの中村さんの情熱がねこういうふうにも人にこう大きくつながってきてるなってことを、はいろいろと今日僕も,も同い年の部分でいろいろ共感できるところもたくさんあって感じさせていただきました。はい、ありがとうございますということで今夜の「ザインインタビュー」はフィジカルトレーナーの中村豊さんゲストにお迎えしましたありがとうございました。